うわーちゃん、びっくりした。これ多分ね、乗ってくるただのお客さんだわ、これ。いらっしゃいませー。こけた今。一瞬こけましたよね、あなた。もう雪なんだから足滑るのよ、気をつけなさい。ほんとか、これじゃない。こっちみんなブス。もう隠れてんじゃないわよ、何、時間。びっくりした。殺すぞ、これ。病気の石突きブレスレット。いや、嬉しい、それは。テレビ通販で買った、とても効果がある。遠慮しなくていっぱいある。いや、ありがたい。ブレスレットガチありがたい。これが一番欲しい。さ、ゴミ箱に捨てましょっと。はい、邪魔なんで捨てます。タイティカしっかりと。あー、夏を今もう一回。何踊ってんだこのじじい。帰れ、こいつ気持ち悪い。いや、ごめん、みんな攻略見てきたから全然ビビらなかったけど。いや、マジでね、わかんなすぎるよ、今回のこれは。12月14日、9時に起きてる。いや、すごい早起き。私、いつもね、生活リズム崩れまくって、ま、昼の1時には起きてるんだけど、いやー、マジでね、ちょっと、普通に攻略見てしまった、普通に。いや、あれ、ビビる要素あったと思うんだけどね、わからなすぎる、あれは。ヒントが少ない。これ、私？めっちゃ可愛いやん、普通に。スタイルバリよくね？こりゃ、ストーカーくんの気持ちもわかりみが深いわ。おー、スタイルいいね、めちゃめちゃ。やっぱ私はスタイルいい女性好きだわ。スタイルフェチっていうのかしら。さ、女の子やっていきましょう。まずはこの下着を。あー、生き返る。さえていくわ、しっかりと。アパートを出る。仕事に行く感じかな、今回も。まあ、普通に仕事でしょ。何これ。雪積もってんだ、だいぶ。ほら、だいぶ雪積もってんじゃない、これ。うわ、めっちゃ雪積もってるわ。こりゃ車動かんのんちゃうんか、また。そんな感じがするのは私だけ？あ、使えそうだわ、めちゃめちゃ。よかったよかった。いやー、マジでびっくりしたね。全然ビビらなかったんだけど。ああいう露骨な演出はちょっとね、ない気がするな。せっかくさ、この人間性のさ、ホラーを忠実に再現したさ、ゲームじゃない？これって。なのに急に黒色の物体が出てきて脅かすっていうのはちょっとナンセンスな気がするな。さえていくわ、しっかりと。どうせ、おっと？おっと？この音楽はちょっと怖いね。あ、探偵さんだ！来てくれてガチで嬉しい。やっぱり何かあると思ったんだ。よくぞ連絡してくれた。警察を呼んでも無駄だ。あいつらは面倒ごとを嫌う、適当にあしらわれるのがオチだ。だから私のような人間が必要になる。ちょっと店の周りを見てくれよ。いや、ガチでありがたい！よかった、この人に連絡して。ちゃんと連絡したんだ、私。いや、さすが、できる女ね、この子も。いや、よかった、よかった。八作さんいてくれてよかった。八作って今の季節じゃないけどね、全然。さあ、嬉しい、嬉しい。うわ！ OL 女子来た！うわーお！ OL 女子来た！ちょっと、匂い嗅ぎてえわ。すげえ足長ない、こいつら。バリスタイルいいんだけど。さ。スミカ、ここのソルテッドキャラメルモカすごく美味しいんですよ、先輩。絶対気に入ると思います。そっか、それならしようかな。ソルテッドキャラメルモカ一つ。じゃあ、私はダークモカチッププラペチーノ。え、私はソルテッドキャラメルモカにしないの？いや、いつも飲んでるので、今日は一回も飲んだから、とりあえず、どうもりレベルで。はいはいはい。一瞬で終わらせました。何注文したか全然聞いてません。とりあえず2枚ってことはそういうことよ。ソルテッドとダークモカプラペチーノ。ソルテッドとダークモカプラペチーノ。ダークモカプラペチーノから作ろう。ブレンドアイスとコーヒー、ミルク。ちょっと音楽うるさくね、今回。ブレンドアイス作るの久しぶりだな。ブレンドアイス。で、牛乳とかだったよね、確か。ミルクって書いてあった気がする。ミルク、ちょっと待ってよ。アイス、コーヒーもいんのか。コーヒー、チョコレートソースパウダー。これと、コーヒーこれ入れれるかな？あ、いけた。で、ちょっと待ってよ。チョコレートソースとココアパウダーっけ？あとね、チョコレートソースとココアパウダー。チョコレートソースと、ココアパウダー。
で、これを、このホットのカップに、ちょっと音楽奇妙すぎないか？これぶちかまして、あれ？ぶちかました？これ。いや、できてない、できてない。あれ？あ、これ、アイスだからホットじゃないんだ。そういうことか。アイス、アイス。で、こうして、こうして、これと、素晴らしい。で、ソルテッドが、ちょっと難しいんだよね。コーヒー、ミルクは合ってる。キャラメル、ヘーゼル、チョコレート。オッケーオッケーオッケー。コーヒー、スチームまで合ってるね。コーヒー、スチーム、ミルク、スチーム、ミルク、んで、なんとかソース多いよね、確か。キャラメルシロップとヘーゼルナッツだった気がするな。ちょっと噛んでやろう。合ってる気がする。オッケー！さすが私。さあ、OL ちゃんすごい喜んでくれるかしら。あ、外で飲む感じ。中で飲んでほしいんだけど、ストーカーいるから。いや、こういうね、なんか目の保養が一つあるだけでも全然違うのよ、この世の中。マジで美人なお姉さんありがとう、本当に。私の活力がビンビンに上がったわ。下ネタじゃないからね、普通に。これ私の車じゃないよね。先輩は？先輩。先輩いなくない？普通に。あ、車来た。あ、ベビーカー乗せたお母さん来てくれた。いやー、今回ストーカーはいないけど、先輩がいない。先輩なんだかんだいいやつだからちょっとね、心細いわ。赤ちゃんいなく、こいつやんけ、おい！こいつ知ってんな、俺！こいつわしのことビビらせたやつちゃうか、おい！ふざけんな、あいつ。ソルテッドキャラメルモカ。ソルテッドキャラメルモカ。ソルテッドキャラメルモカ。あ、いつものやつ？オッケー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 。豆乳マジで邪魔。豆乳使う場面ねえだろ。美味しくもねえし。赤ちゃんどこ行ったんだろう。この人。この人の赤ちゃんがいないんだよね。ちょっと話聞こか、普通に。これ赤ちゃんいないのおかしいよね。ってなんか泣いてる気がするんだよね、あのお母さん。何かあったのかしら。え、ちょっと怖いぞ、この人も。この人もだいぶ追いかれてる気がするな。あれ、こんなとこにこんな車あったかしら。いや、絶対なかったよ。事故った今。いや、めちゃめちゃ事故ってるんだけど。ものすごい事故ってるんだけど。ええー、ふざけんな、ふざけんな。え、めちゃめちゃ事故ってるんだけど。いや、だってこんなとこに車なかったよね、やっぱり。あ、事故りまくってたよ、今さっき。大事件だよ、これこそ。何が夜勤事件よ。めちゃめちゃ大事件起きてたよ、ここで。おい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 、あんたあんた。あんた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 。大丈夫あれ。あんたさん。マチコ。マチコリータ先生？いつものをちょうだい。こいつ、こいつ、こいつふざけんな。めちゃめちゃ注文してる、しかも。ソルテッドキャラメルモカみんな大好きじゃない。キャラメルマキアとはわからんな。あんこバターサンド。あんこバターサンドってこれ？オッケーオッケー。でね、キャラメル、ソルテッドキャラメルモカも作り方を覚えた。オーケーできました。ねえ、こんな時間に店のアンテナを修理しているの？アンテナですか？いえ、どうしてですか？お店の屋上に誰かがいるのを見たから。怖すぎ。本当ですか？今屋根の上には誰もいないはずです。マネージャーに電話しています。あ、マネージャーいるの？すごくドクッとした。
いや、私はあなたの運転の方がゾクッとしたけどね。ここでブインブインになってたよ、普通に。大丈夫だった？あの、マチコリータ先生。いやー、何？運転？どういうこと？屋上に誰かいるってこと？普通に怖くね？大ホラーだよ。また事故るんじゃない？このおばさん。はしごを使って屋上を確認する気ました。いやー、またなんか怖いの来るでしょ、どうせ。はしごってどこにあんの？はしごらしきものがあればいいんだけど。なにこれ？ここにはしごを置くって感じか。はしごなんかあったかしら？私、はしごの、あったはしご。こんなとこになかったけどね。いや、はしごを片手で持つ女、かなり腕力強めの YouTuber。さ、こういうこと？あ、できた。登る。え、こんなことできんの？アルバイトって。さあ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 。何もないっぽいけどね。あ、すごい、ここなんか登れるようになってるし。あぶねえ！ギリギリじゃない？普通に。いや、特に異常はないっぽいけどね。うん、特に異常はないっぽくない？うん、全然大丈夫そうだけどね。問題はこれどうやって降りる？降りれなくない？え、なんかある？俺全然わかんないんだけど。見て、ここ。店の屋上でダンス踊ってみた。ウェーイ！これがバイトテロってやつに違いないわ。これ何？あ、これ降りれんの？どっから降りんねん。絶対ちゃうやろ、今さっきの位置と。はい、なんか変わってる。どこここ？めちゃめちゃどこここ？お、なんかなってる。何これ？あれじゃん、ストーカー住んでたんじゃない？ここで。気持ち悪い。絶対そうだわ。ストーカー住んでたら、住んでるわ、ここに。店を閉める。早く店を閉めないと。いや、店の閉め方わかんないし、私。何すんの？私、バイト経験ゼロよ。バイト経験ゼロの子に何させてんの？これ何？ドアを開ける。どこのドアが開いた？え？は、ここだったんだ。ここに通じてたんだ。なるほどね。うわぁ、全然わからん。何これ？製品スキャナー。生産機。製品スキャナーって何？これピッピすんのかな？食べ物捨てたりすんのかな？お金が出てきた。あ、これ生産するんじゃない？普通に。ほら。一個終了して、製品スキャナーってなんだろう。いや、これが使い方わからん。これで合ってるかな。あ、違う。食べ物取り出す系だ、これは。食べ物取り出して多分捨てるのかな。もったいねー。これなんだろう。向かい側に何かあるから、矢印が。それのことかな。え、これ捨てるのかな。合ってるわ。製品スキャナー捨てたらまずいから。賞味期限切れの食べ物めっちゃある。これ全部捨てることできないの？いちいちこうやってやらないといけないのか。めんどくせえな。製品スキャナー捨てれないわ。製品スキャナーの石邪魔だな。で、多分店出て、ここのなんかあるのかな？あ、そういうこと？これが製品スキャナーっていうの？全然わけわかんない。で、私今さっき捨てたはずのやつがまだあるんだけど。これで終わり。看板をクローズにする。OK しました？はい、終了。ビャーチー！いい、誰？これストーカーちゃう？気持ち悪い！バカびっくりしたんだけど。めちゃめちゃこっち見てる！製品スキャナーでピッピしちゃおうかしら。そういうことじゃない。ここチンチンピッピースキャナー？そういうことでもない。やだ、めちゃ顔合ってる。気持ち悪い、この人。あ、はぁはぁ言ってるわ。製品スキャナーでピッ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 ピってことはできないの？そんなに私美人なんだ。こいつどうしましょうか。いや、どっか、なんか、ナイフとかあれば、ぶっ殺したいんだけど、
すげえ、あいつめっちゃ見てる。怖えー。ゴミ箱に製品スキャナー捨てれないか。何すればいいの？私帰りたい。え、ないないない！え、荷物なくなってんだけど。普通に放棄持っとこ、怖いわ。これ屋上上がるパターンっぽいかな？いや、うわぁ！怖い怖い怖い！ほうき持ってんだからお前。これどうやったら治んの？いやなんかやられたくせえわ。いや外に出ちゃいけないっぽいね、普通に。多分2階に上がんのかな？多分2階に上がるんだと思うがこれ。いや外に出たらやられるっぽい。外に出たらやられるから、多分階段に登る感じっぽいね。いやー難しい。いや待って、はしご、いやどうするんだろうこれ。はしごよう考えたら捕まんか。いやこれ出たらダメ。待てよ、これどうすればいいの普通に。ん？あ、でもあいついなくなってる。いやーでも出たらまずい気がするな。あ、閉まってるわ。階段、あ、あっち側から行けたはず確か。あの秘密の扉的なやつ。あ、行けるわ。どっから登るんだったっけ？これか。ドライバー、ドライバー何に使うんだろう。間違えた。じゃあ開けとく。どっか、なんか階段登れるみたいなやつなかったっけ？これか。いや、無理っぽい。いや、多分ね、2階に登るか何かすると思うんだよね。外に出れないってことは、それ以外の選択肢だから、難しいね。どうするべきなんだろう？はしごじゃないの？私的にははしごだと思ったんだけど、ここにはしご、あ、ほら、やっぱそうだ。いや、多分、これが正解な気がする。これが正解で何をすればいいんだろう。こっから外に出れることってできないよね。うわ、なんか、私の探偵がやられてる！マジか。それはやばい。マジか、それはやばい、普通に。人がいる、ここに。めっちゃ棒持って、何レンガを落とすとかあるんだけど。ちょっと待って、怖すぎる。待って、レンガを落とすで、あ、やばい。あ、間違えた。私が落ちたのかと思った。いや、こいつ外で待機してるってこと？いや、マジ探偵やられてるのガチ怖い。こいつガチやばいやん。ただのストーカーやね。ちょ、待って。みんなこういう時だからこそ私やりたいことがあるの。聞いたらパリデーイ！ハッピージャムジャム最高！踊りましょう！フェイ！いつもの笑顔で、レンガを落とします！あれ？落とせれないわ。レンガを手に入れないといけないのね、まず。あるわ。いやー、レンガを持ってこっから落とすと。で、こいつシーバックと。おいなちゃん、さようならさようなら。まあ、やられるぐらいならね、死にたいより殺したい精神で行こうぜ。はい、さようなら、Z 先生。まあ、これは仕方があるまじき行動。うん、普通に。だって、私外に出たらやられてたもん。みんな見たよね、私がボコボコにされてるところ。これは仕方があるまじき行動でしょ。はい、はい、はい。いや、悪夢から解放。人を殺めてしまった。レンガを落とすとか、落とすか迷ってる時にあの男に気づかれてしまったから。あの男は怖かった。知らない人なのに。なんで、ああするしかなかった。殺すつもりはなかった。ただ怖くて。私はすぐに警察へ駆け込んだ。警察にまくし立てるように全てを話し、一緒にチラーズコーヒー店へ向かった。すると、あの男はそこにもういなかった。警察は私を家まで送ってくれ。後のことは任せてくれと言った。そして仕事に戻っていった。これで、もう全てが終わったのだ。やっといつもの日常に戻れる。疲れた。家で、今は家でゆっくり休みたい。どういうこと？あの男の人が消えたってこと？ん？探偵さんは？探偵さんもいなくなったってこと？探偵さんぶち殺されてたけど、普通に。どういうこと？すごい。テレビ見てる。いやー、まずいね。これテレビ買い替えた方がいいわ、絶対。ん？大丈夫そう？これ。
テレビのケーブルがまた変になってる。オーナーに電話しよう。あ、まだ続くの？まだ続くのこれ。オーナーに電話ってどういうこと？あれ、携帯どこ行った？携帯なくなった？はいはい、これ私もストーカーになるパターン、まさか。あ、そこに落ちてるわ。めちゃめちゃ下に落ちてました。いや、なんかまたこれ、うわってきそうだな、普通に。大丈夫かな、これ。これ多分下に携帯落ちてるから携帯取りに行く感じな気がする。いやー、またなんかマジで出てきそう。あのさ、棒持ったやついないよね、普通に。あいつ私倒したもんね。はい。いや、来なかった。音的には、ここら辺だよね。どこ？めっちゃ近いよ。あったあった、これだ。私の携帯めっちゃ落ちてるやん。え？オーナーに電話するってどうやってやんの？ドライバー？なんで私ドライバー持ってんの？まあ、ドライバーとりあえず護身用に持っとこうかしら。何か来るかもしんないからね。え、これ、私戻る感じで大丈夫？これ、戻るの？私、自分の家に。大丈夫かな？それで。いや、マジなんか出てきたらガチしばく。いや、でも分かりやすい、こいつ。家が屋上の角部屋だから。なんか出てきたりしないよね。ガチ怖いよ、そういうの。大丈夫だった。今のところはね。なんかこっから来る。わかった！絶対わかった！これ部屋の中入ったらストーカーいるんじゃない？絶対そうだわ。うわ、絶対そうじゃん！うわ、読みやす、オチ。オチ読みやす。絶対いるもん！絶対いるわ、これ！失礼しまーす！ほら、ムービー入った。めっちゃ可愛いやん、主人公。タンス開いてる！タンス開いてる！タンス開いてる！開いてる！うわ、最悪、そういうことまだいんの、あいつ。うわ。幽霊より怖いのは、狂った人間ってことでした。ガチ怖かったね、今回の普通に。なんか脅かす要素がかなりあった気がする。前の例外配達はね、一個だけビビるところがあったんだけど、意外にね、今回ビビるところがね、めちゃめちゃ多くてね、ハラハラドキドキして、で、今回ね、いろいろの、なんていうの？まあ、バイトをやったりとかさ、いろいろ、やることが多かったから、今回のね、ホラゲめちゃめちゃ楽しかった。いや、いいね。こういうのなかなか面白い。しかも今回ね、題材がね、面白くて、幽霊より怖いのは人間っていうことをね、教えてくれるような、そういったホラーゲームでした。まあ今ね、最終章になったんだけど、これまた、まとめて全部ボンって動画出そうと思うので、その動画もぜひ見てください。でね、全作品など、全部概要欄に載せてるので、そちらもご覧ください。それでは、次回のホラーゲーム実況でまた会いましょう。バーイ。最後まで見てくれてありがとう、マドモアゼル。ツイッター、インスタグラムもフォローよろしくな。最後に言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey